こんにちは、エバトタケシです。今回は、私はバカではありませんと証明するための活動はつまらないというテーマでお話ししていきたいと思います。世の中には、こういう人間はダメですよ、こういう人間はバカですよという情報を流す人がいます。そして、そのような情報を聞いた人が他人からダメだと思われないように、自分を変えようとします。自分はバカなことをしていたんだ。こんなバカなことはやめた方がいいなと考えるようになります。こういう人間はダメですよという情報を信じて自分を変えると、そのダメなことをしている他人を許すことができなくなります。そんなことをしているあなたはダメな人間ですよと言わずにはいられなくなります。あなたはバカなことをしていますよ。だから今すぐそれをやめた方がいいですよ。と他人を変えたくなります。ダメな人間だと思われたくないという思いにとらわれると、ダメな人間だと思われないための活動ばかりをするようになります。バカな人間だと思われたくないという思いにとらわれると、あなたがバカなことをしているんですよということで、私はバカなことをするような人間ではありませんと証明せずにはいられなくなります。他人からダメだと思われたりバカだと思われたりするのは嫌なものです。他人からダメだと言われたら、いや、私はダメではありませんからと言いたくなるのは当然のことです。他人からバカにされていると分かったら、私はこういう人間です。ほら、バカじゃないでしょと証明したくなるのは自然なことです。しかし、世の中には他人をダメとかバカとか評価したがる人がたくさんいます。自分では何も行動を起こさずに、行動して失敗する人をバカにする人がたくさんいます。自分の言動を顧みることをせず、他人の批評ばかりする人がたくさんいます。俺の方が優れた人間だという優越感を得るために、お前はダメな人間だと言わずにはいられない人がたくさんいます。他人をバカにすることで、あいつより俺の方がマシだと安心したがる人がたくさんいます。世の中には、あなたはダメな人間ですよ、あなたはバカな人間ですよと言ってくる人が多すぎるので、いちいち反論していたら自分が楽しむための時間がなくなってしまいます。人生がほら私はダメな人間じゃないでしょと証明することで埋め尽くされてしまいます。私はバカではありませんと証明して回るだけで一生が終わってしまうことがあります。あなたはダメな人間だと思われないことをするのではなく、自分がしたいことをすることで自分を満たすことができます。バカにされないことをするのではなく、自分が好きなことをすることで心が満たされます。こんなことをしたらダメな人間だと思われてしまう、こんなことをしたらバカな人間だと思われてしまうと考えて、自分に我慢をさせないように気をつけてほしいと思います。他人にどう思われようと、自分の好きな本を読んで、自分の好きなものを食べて、自分の好きな服を着ていきましょう。好きなことをしているあなたをバカにする人が現れたときは、はいはい、勝手にバカだと思っていてください。私はあなたに自分がバカではない証明をすることより、楽しいことをすることを選びます。と思っていきましょう。